江戸の空に春が来る。シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。シネマサロンなのにドラマを取り上げるっていうシリーズ第2弾。しかも第1回も第2回もやってないのにいきなりやるの、はい、はい。本日は NHK 大河ドラマ、鎌倉殿の13人について語ってまいりたいと思います。まあ、1回目からやっちゃうと大河ドラマなのでひたすら永遠にやり続けるのは結構大変かなということで、まあ4話まで放映が終わったところで、ちょっと語っていきたいと思うんですが、いかがでしょうか。この間ね、はい、NHK の日本人のお名前っていう番組があるんです。ありますね。これでこの、鎌倉殿の13人の番宣的な、なるほど、まあ、フィーチャーされた、1回があったんですけど、はい、これがなかなか面白くてね、実はね、当時は姓、いわゆるその僕で言うと竹内名字、いやこれがね、当時名字と姓も違うってこと、姓と名字があったの、で姓っていうのは朝廷から与えられる正式な名前で、名字はどう名乗っても勝手に名乗れるものが名字だったらしいんですよ、はい、一般庶民が使うんですかね。一般庶民は使えないですよ。で武士とか、あ武士とかが使える、うん、そうそうそう。それでその北条氏っていうのは、実は正式名は平のほにゃららなんですね。だから、後にその何執権のような形になる北条義時は実は平の義時なんだ、なんだって。それでそのみんなそういう風に、もともとねこの日本人のお名前で言ってたんですけど、平家と平氏と源氏、平家と源家はどっから名前がついたかっていうと、昔天皇のお子さんがたくさんいて面倒見きれなくなった時に源っつって世に放ったんだって、その子供たちをね、身分の低い者順から、なんだっけ、いわゆるこういう皇族から解き放って、庶民っていうかまあ普通の、だからなんていうの、貴族に放ったわけだよね。それがだから源氏の始まりなんだって。それで平家も、まあ、ある天皇家のその一軍を、まあ、そういうふうに貴族として皇族から外した。でこれが平家の始まりで、実はだから源家も平家も割と似たような出自らしいのね。それでそれが全国に散らばってって平氏源氏を作ってって、だけどその当時その姓はそういうふうに平だったり源だったりするんだけど、いろいろその世に放たれてった土地があるじゃん、その土地の名前をね名字にして名乗ることが多かったんだ、だからその北条はその北条という土地で根付いたので、北条ほにゃららと、で本当はこれ北条に何々のっていうのはつけないらしいのよ、何々のってつけるのは天皇かもしくはその朝廷からいただいた正式名の時だけで、平の清盛とか源の頼朝とかって名乗るらしいの。でもそれがまあ通例になってった時に、北条の義時みたいにその名字にものをつけて名乗ることが多くなったらしいっていうのをその日本人のお名前でやっていてね、やっぱりなんかその当時のその入り乱れたその平家と源家っていうのはやっぱすごい面白いなと思ってね、でちょうどまだこれ3回が今終わったとこで、はいはい、まあ、ほぼ前編の山場になってきてると思うんだよね。もう4回までやったでしょ今。じゃあ4回目について喋ってる、4回目までってね、4回目について喋ってるまでについて喋ってる、はい、あそうだっけ、はい、なんか3回しか見てないのそれ1回ほらカラオケバトルとか、いや2回もカラオケバトルで、あそっか、並行して見てますけどね、はい、それはいいんだけど、はい、ほら余計なこと言うのが分からなくなっちゃったそれで、そうそうそう、だからいよいよその源の頼朝がその北条家から貸し付かれて、まあその兵を挙げるところまで来るわけじゃないですか、はい、まあ、この後がまた結構面白いはずなんだけどね、でこれまでもだからなんだっけ、一回収まったその平治の乱だっけ、ちょっと僕歴史あんま詳しくない、平治の乱で合ってんのかしら、まあお叱りはいろいろしてくださいね、まあ、平治の乱がもうすでにその鎮定じゃない、なんだっけ、鎮武されてるわけですけど、このあとだからいろいろ源頼朝の軍が兵を挙げて、で矢は放たれただっけ、第4回、
これがだから面白かったですよね。矢を放たれたって意味がダブルミーニングにもトリプルミーニングにもなっていて、なかなか洒落たことしますよね、 NHK もね。その一応じゃあトリプルをご説明。まあ一つはだからガッキーが演じている、うん、なんだっけ、八重か、はい、八重がその源家に向かって、うん、その今日の夜に進軍しなさいっていう白いね、うん、あの布を巻きつけて、ね、でその進軍したなんだっけ北条家が、うん、そのお兄ちゃんの北条宗時が第一夜を放って、うん、そのいよいよ戦争が始まる、はい、それとその源の頼朝が兵を挙げていよいよ進軍っていうのが大きな意味での矢を放たれた、はい、ってことでこれトリプルミーニングです。もっとあるのかもしれないけどね、はい、まあ、お気づきになった方はコメントいただいても結構だと思いますけど、まあ、いうことで、しかもまあ当然大河ドラマだからオールスターキャストで、しかもまだあの結構楽しみにされている菅田将暉の源のなんだっけ、はい、義経はまだあの1回目にちょっと顔が見えただけで登場してこないのでね、はい、まあ非常に面白いですよね、はい、まあ、これはあのなんだっけ冬ドラマの時も話しましたけど、まあ、いわゆるその映画型の俳優さん、演劇型の俳優さん、歌舞伎役者、お笑い、いろんなその出自のね、うん、俳優さんが相まみえるということでも、いろんな演技スタイルがその共演するということでも、はい、まあ、大河ドラマの一つの楽しみですよね。そうですね。まあ、最近 TBS の日曜ドラマもね、いろんなあの演技の方々がぶつかり合ってますけど、うん、まあ、今回のその大河ドラマでも特にその脚本を書きになっている三谷幸喜さんにゆかりの役者さんがいっぱい出てるってこともあって、まあ、舞台役者さん出自の方もすごい多いですよね、はいはい、でしかもそれがその歴史の、まあ、実際にいた人物を誰を演じるのかっていうね、大河ドラマの一番の楽しみは、まあ、簡単に言うと織田信長今度誰とかね、家康今度誰って、家康今度松潤らしいですけどね、あの来年ですか、うん、だからまあそういう意味でもそのキャスティングでね、お義経菅田将暉で来るのかみたいなね、あともうすでにその化けの皮が剥げかかってる大泉洋の源頼朝がかなり面白いですよね。面白い、かなり面白い、うん、それと西田敏行演じてる後白河法皇が幽霊に生き霊になって出てくるのが、生き霊になって出てくるのが面白いですよね。こんなことやってますから、こんなこと2人でコントやってるなんつってね、毎回言われてますけど、そうそうそう、なかなか頼朝よとか言って出てくるのがね、面白いですよね、あれね、はい、まあいうことで、でガッキーが今さ、ビリングの2番目だっけ、うん、ガッキーが大河ドラマでビリングの2番目っていうのはね、うん、ちょっとこう予想してなかったですよね、うん、まああとね、小池栄子さんの北条政子、小池栄子の開演がもうすでに話題になってますけど、でこれ多分だからその前半で出てこなくなる人も多いと思うんですけど、はい、後半にどんな人が出てくるのかも楽しみです。あの大体大河ドラマって何回かに分けてキャスト発表していくでしょ、はい、これが結構また楽しいですよね、楽しみですね、うん、いうことでもうあの前半の4回だけでも結構もうすでにね戦が始まったところですし、まあ今年の大河ドラマはあのアクシデンタルなそういうイベンティックなことが多く描かれるので結構楽しいんじゃないですかね。しかもだって源頼朝も主役じゃないんだからね。そうですね、うん、北条のなんだっけ義時が主役なんで、後半が多分見ものなんでしょうね、当然そこまで楽しめるっていうのは、はい、なかなか面白いですよね、はい、うん、ちなみに、うん、まあね、脚本の三谷さんの脚本が、うんうん、やっぱりまあ文語体と口語体とごちゃ混ぜじゃないですかまあ文語体っていうかね、会話体とね、そうそう、うん、どっちかっていうとまあ現代語に近いようなセリフも多く、うんうん、そのうちマジかとかって言い出すんじゃないかって言われてますけど、あ、なるほどね、うん、どうですか、マジっていうのは結構古い言葉だからね、もしかしたらその平安時代とかに使ってたっていうのが、可能性はゼロではないってこと、ゼロではない、マジは結構古くて、うん、江戸時代にはマジかっていうのは、うん、あのすでに発見されてるので、うん、まあありかもしれないですよねそれは、まあその辺があのいわゆるもうちょっとねこうかしこまった言葉がいいみたいな、うん、オールドファンもいらっしゃるけど、でもだから公式的なその大人の時は、うん、あのそういう、まあ、文語体というかね、みやびやかなあの言葉を使ったりするケースももう見えるので、うん、まあ日常語とやっぱりそういう正式な会見の場の言葉が違うのは、うん、当時もそうだったと思うんですよ、ね、そうですね、だから個人的にはまあああいうこう普通言葉みたいにして
表現していただいた方が分かりやすいな。分かりやすいよね、うん、多分当時も人間関係としてはこんな感じだったのかもしれないな。でもあんなにコミカルなわけじゃないでもコミカルな場面も多分あったでしょう。いやコミカルでも喋り言葉があんなにコミカルだったと思わないし、大体北条の義時が源頼朝に対してあんなにあの近くに寄って喋るってことは多分なかったと思う。なるほど、うん、でもそれはさ、うん、ドラマだからドラマだからね、うん、それを言っちゃおしめよってとこあるわけでね、そこはやっぱり楽しめばいいんじゃないかと思いますよ、はい、しかも日曜の夜8時にかしこまったドラマなんか見たくないでしょ。そんなのでもかしこまったドラマも今まではたくさんあった、ね、例えばどれ。いや昔のほら例示してよ、ほらちゃんと例示しないと。そういうのなんだっけ、何ですか、じゃあそれ宿題ね、はい、また次の喋る時に思い出してください、はい、うん、まああれです、俺はもうあれです、上杉謙信は石坂浩二さんがやったやつ天と地とだね、天と地ととかはやっぱり子供心にかしこまって見えたね。面白かったね天と地とね、うん、僕はあの大河ドラマじゃないんだけど金曜ドラマか土曜ドラマでやった平賀源内が大好きでね。あ山口隆さんがや、ね、平賀源内がやった天下堂々とかか、天下堂々とか2シリーズ目か。天下堂々ってどれだっけ。いやだからその平賀源内とかは出てくる。それはそういうタイトルじゃなかったな、うん、天下御免でした。ほら違うじゃない、同じシリーズ、うん、第2シリーズね。天下堂々はだって原作者は違うもんね。天下ごめん面白かったですね、うん、天下ごめん面白かった。しかも今でもあの歌覚えてんだけど、最近なんか歌うっていうのがあれなんで歌わないことにします。歌って、いや歌ってくださいよ。お江戸の空に春が来るとかそういう歌だったと思うんだけど。そんな歌だったっけ、うん、まあ記憶が違うことは人間ですから、ママありますパパもあります、はい、まあいうことであれですよね。やっぱり一つの僕の大きな楽しみは、はい、オールスターキャストがぶつかっていろいろなその出自のね、はい、演技がぶつかり合うのがやっぱり見てて楽しいですね。まあね、坂東彌十郎さんっていう歌舞伎役者さんが、はい、結構こうやってフィーチャーされるのは、はい、なかなか面白いですよね、うんうん、なんか遅咲きの歌舞伎役者って言われてるらしいですけど、うん、そういうことは、うん、まあじゃあ今後映画とかにも出演されるかもしれない、ね、いや出るんじゃないですか、うん、非常にやっぱりなんていうんですかね、うん、幅のある演技をされてるように見受けられますので、なかなかあれですよね。 あと個人的にはお笑い枠のティモンディ高岸さんが、うん、いつもの元気いっぱいでやってらっしゃるんですが、うん、結構これ悲惨な死に方をするらしいんで、あ、うん、じゃあそこはあれだね、対応法なのかもしれないね、うん、だから高岸君を悲惨な表情をさせたらちょっとどうなるのかってのは見てみたいな、うん、まあそういう風に勝手になんつうの、三谷幸喜さんがいろいろ北斎を見ながら脚本を書いて、まあ北斎もほどかなり大変らしいけどね、脚本いつも送れるらしいから。なるほど、うん、だけどね、ナレーションで死んじゃう慣れしもいっぱいあるかもしれない。しかもほら前半ね、うん、もう三谷幸喜さん絡みの俳優さんが多く出てるじゃないですか、うんうん、梶原善さんとかね、はい、まあ浅野和之さんも絡みといえば絡みなんだけど、うん、この辺が多分出なくなるわけじゃないですか、はい、だから後編三谷幸喜組がね、うん、誰がどういう風に出てくるのか楽しみですよね、はい、うん、お田中泯さんも出るね、うん、そうか、藤原平泉の藤原秀平はあれか、田中泯なんだ。そうですね、楽しみだね。この平泉ってね、お須田、市川染五郎も出んじゃん。市川染五郎出んの楽しみだね、うん、染五郎さんってあんまりまだテレビとかさ、バラエティーでは見たことあるけど、うん、ドラマとか映画にほぼまだ出てないから、はい、あ、しかもない、巴御前が秋元沙耶香なんだ、元 AKB ですね、はい、これも楽しみだね。あ、江口のり子もまだ出てきてないもんね、ちゃんと。江口のり子さん出てきてないですね、あんまり。楽しみだね、これ。このなんかキャスト表を見てるだけで結構楽しみだね、これ。あと、何をやろうとしたのかな。鈴木京香さん、八重のほら、旦那さん。ああああああ、はいはいはい、タテトさん。うんうん、タテトさんもなかなか、いやー素晴らしい、してますね、でも彼がさ、その大河ドラマで芹沢タテトさん、うん、芹沢さんね、こう、2枚看板でこう、2人でね、クレジットされるの見ると、うん、
あ、世の中もここまで来たかっていう、深いものがありますか。まあ多分僕よりももっと古くから彼を支持されてる人も多い、ね、うん、まあ、今泉力也監督とかもね、うん、おー大河に出てるなって思いかもしれない、ね、いやまあ他にも彼が常連の監督さんいっぱいいると思うんで、とうとう彼もガッキーの旦那をやるようになったんだなっていうで、しかもちょっとなかなかいい味出してますね。いやもう先週いい味出してました、ね、どうです、この後祭りに行きませんかしちゃって表で待ってますから。いやー、芹沢さんもとうとう大河ドラマ、きっとあの地元のさ、あの芹沢さんのご親戚の方々もきっとみんな涙にむせびながらご覧になってるじゃないかと。大河ドラマに出ればね、うん、もうそれは役者だとしてね、もう歌手で紅白歌合戦出るか、そうそうそう、役者で大河の朝の連続テレビ小説で出るかね、どっちかですね、どっちかだよね、やっぱりね、うん、ちなみに T さんご覧になってるんですか。見あぐってますね。1回目だけ見て、はい、あの、はい、追えないじゃないですかこれ TVer で、うん、そうなんです。いやでもほら土曜日のお昼に再放送やるじゃん、土曜の昼か日曜の夜ですよね、だから、うん、まあ録画でも、ね、しかも日曜の夜だと6時と8時と2回チャンスあるからね、そうそうそう、 BS で見られればだけどね、はい、うん、まあいうことで今後が楽しみですよ、はい、これです、ね、しかも毎週やるのこれ、毎週はちょっとあれなんで月1ぐらいで、いや今日はだから、はい、はい、月頭か、はい、ということは3月の月頭にまたやるんです、ね、やろうかなと思います。わ、はい、かりました、はい、ということで、これ全く小栗旬さんに今言及してなかった、まずくないですか、まあ、もうまあいっぱい出てきますからこれ、ね、でも小栗ファンの方がさ、鎌倉殿の13人で小栗旬に、それ言い出しちゃうと、うん、もう山本浩二さんとかいっぱいいますから、ね、いやでも主役だからまあね、うん、まあ、小栗旬さん主役です。しかも来年の大河ドラマの主役の松潤に言及してんのにさ、小栗旬さんにね言及しないのやっぱまずくないですか。わかりました、うん、小栗さん出てらっしゃいますひでやっぱりでも彼の持ち味がね、はい、あのだん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 出てきて、そうです、ね、多分後半結構冷酷な人になっていくんだろうから、うん、そこは今のあの今のね、ひょうひょうとした、ひょうひょうとした多少弱気なね、うんうん、それでいて、ね、真面目なあの、うん、北条義時、はい、いい感じのキャラクター造形してるので、はいはい、後半彼がその大物になってった時にどういう風に演技が変わってくるか楽しみですよね。小栗、はい、さん、小栗ファンの皆さんすいません、こんなもんでとりあえずだんだん喋っていきます、はい、よろしくお願いします。ということで本日は鎌倉殿の13人について語ってまいりました、よろしければチャンネル登録といいねボタンいただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。